いわゆるふくらはぎ、ここから張ってくるっていうのをご説明させてもらいました。この張りを一瞬で取っていきたいと思います。こうすることによってもうにゃうにゃにこう柔らかくなります。こんにちは、アクアバランス大阪の川上です。前回ですね、足首がこうずれていると、このグラグラを止めるために、いわゆるふくらはぎ、この筋肉が頑張ってこのグラグラを止めるために、ここから張ってくるっていうのをご説明させてもらいました。で、張ってしまったふくらはぎはじゃどうしたらいいんですかみたいな声があったので、今日はここのふくらはぎを一瞬にして柔らかくして、こうこっそり持ってくる方法をお教えしたいと思います。じゃあそれでは実際にやっていきたいと思います。いわゆるふくらはぎ、硬い三頭筋って言うんですけれども、まず一番下にヒラメ筋がありまして、その上に皮腹筋が乗ってます。あと、まあ、腓骨筋とかいろいろあるんですけれども、メインはそのあのふくらはぎの筋肉、そこだと思っていただいていいかと思います。ここが張ってきますので、この張りを一瞬で取っていきたいと思います。まずですね、ふくらはぎこうあるところの膨れているところ2点を このこういう感じでギューッと掴んで縮めていきます。縮めて5秒間、1、2、3、4、5で、5の後にキュッ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 ってやる。で、少し立ってから両方とも一緒にずらして、またギューッと1、2、3、4、5、キュッ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 。で、こう2つやったら、次アキレス腱のところをギュッとこう握りながら、まあ、横に受けますけども、足をクッキュッキュッキュッ、もうこれだけです。で、ここからふくらはぎに圧迫入れていきます。挟んでギューッと入れて、ギューッと抜く、ギューッと入れて、ギューッと、でこちらもギューッと入れて、ギューッと、ギューッと入れて、シュッと。で、あとは下から軽くね、刺したい。そうするともう、にゃにゃに柔らかくなっていきます。では、ちょっと私の足でやってみたいと思います。まずですね、この触れてるところ、この2点、ギューッと押さえて、まあ、指がこう白くなるぐらいなんですね。そんなにきつくなくてもいいです。ギューッと入れて、5秒間、1、2、3、4、5、キュッ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 。で、平行してずらします。ギューッと入れて、1、2、3、4、5、キュッ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 。で、次ですね、アキレス腱のところを持って、足をクッククッ、でこう伸ばしてあげます。キュッ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 。で、最後にグーッと圧を入れて、グーッと抜く、ギューッと入れて、ギューッと抜く。で、ずらしてグーッと入れて、グーッと抜く、グーッと入れて、で、最後に軽く10回軽く、こうすることによってもうにゃうにゃにこう柔らかくなります。では皆さん一度やってみてください。よろしくお願いします。今日は皆さんいかがでしたでしょうか。今日はあの一瞬にしてふくらはぎを柔らかくする方法を教えさせていただきました。次回からまたね、今下から上がってきてますので、順番に次は骨盤あたりとか腰背中あたり、もう一度また頭蓋骨に戻っていろいろと説明していきたいと思います。それではまたよろしくお願いします。